令和2年度電検3種問題解説シリーズとして、今回は理論問題の問いの7について説明していきたいと思います。はい、えー、こちらはですね、あの、回路図を見ると、えわけわかんねえってなってしまうんですが、これはね、まあ、変ない言い方ですけど、半分嫌がらせです。はい。あの、見やすいように置き換えてしまえば、実はかなりのサービス問題なんですね。で、一応ね、 あの、この問題の文章の中で、ブリッジ回路っていうのは明記してくれてるんで、なんとなくね、つかめるのかなっていう気はするんですよね。だけど、なんでもわざわざこんな顔を交差して書くかなっていう気はするんですけども。はい。で、あの、ちょうどね、この8オームのところっていうのが、このブリッジの部分なんですよね、ちょうど。はい。じゃあ、これ、回路図、わかりやすいように置き換えていきます。これはもう追っていけばいいわけですよ。 5トから電源が出て、で、1オームと2オームに分かれますよと。で、2オームを、まあ今、下なんで左側にこうやって書いて、で、1オーム右側にやって、で、2オームずっとたどると、今度3オームに行って、はい、こうやって3オームに行って、で、5トに戻ると。はい。で、1オーム側は1オームで、はい、で、こっちは8オーム側行きますけど、左側行くと4オームに行って、 で、なんで4オームに行って、で、えー、5ボルトに行くと。ってことはこれ、この8オームとこの S、この部分がブリッジの部分になるわけですね。で、今、えー、この問題で言っているのが、この S を開いたら、この両端の電圧、この S の両端の電圧が1ボルトだったと。で、この8オームに流れる I を求めなさいっていことで、まあ、正直この回路に置き換えてから聞くと、え、いいんですかって感じなんですよ。 ま正直言ってね、これあの、まあ、明らかに並行していないので、並行していないときのブリッジの部分に流れる電流を求めなさいっていう問題なんですよね。で、普通だったらこの S なんかなくて、じゃあ求めろっていきなりボンってくるわけで、じゃあちょっとテブナンの定理を使って、この8オームを外したときに両端に出てくる電圧を求めてってやっていくんですが、なんとこの問題の場合は、その外したときに出てくる電圧っていうのをすでに教えてくれてるんですよ。 1ボルトっっつっていやそう考えると、すごく親切な問題ですよね。なので、あとは、この8オームを外したときに、両端から見た時の合成抵抗、これを求めちゃえば、もうほとんど終わりみたいなもんなんですよね。はいでこれはあの、の並行していないブリッジの計算問題、勉強している人は、おおじゃあもうあとすぐじゃんって感じだと思うんですよ。はい で、これ電圧源は短絡になりますから、はい、そうしますとね、えー、両端から見て、じゃあ、右側、右回りで行ってみましょうか。右に行くと、まず1オームと4オームに分かれます。1と4に分かれます。で、一回これまとまります。なぜかっていうと、これ全部ここ短絡なんで、一回まとまります。で、まとまった後に、今度2オームと3オームに分かれるわけですよ。2と3に分かれて、で、最後、戻ってくるという状態なんですね。はい。 で、そうすると、二、えー、つの並列回路が直列になると。で、これ和分の積考えれば簡単で万算でいけちゃうんですよ。1と4だから5分の4になりますから0.8オーム。で、2と3はもう1.2ってこれよう出てくるから覚えちゃっても構わないと思いますよ。そうするとこれ合計2オームなんですよね。はい。で、あとはこのテブナンの等価回路。はい。 えー、解放した時の電圧が1ボルト。で、そこに、この求めた2 ω を内部抵抗としておいて、で、その電源に求めたい抵抗8オームをつなぐ。これがテブらン等0回路の考え方ですね。はい。そしたらもう合計10オームで、電源の電圧が1ボルトだから I、i コール0.1アンペアということで、さらっと出ちゃうんですね。なので、この問題は、 この回路図に惑わされないで、冷静にちょっとわかりやすいのを置き換えてみようってやると、実はものすごく簡単な、むしろサービス問題と言えるぐらいの問題なんですよね。はい。まあ、あ多分あの、これに惑わされちゃって解けなかった人、いざこの、まあ、例えばね、この解説見ていただくと、おい、マジかよって思われる方、結構 こういらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、ある意味、電源参種らしいんですけども、まあ、ぜひですね、この、まあ、もし今年、理論残念ながら落としてしまった方は、こういう問題はもう絶対に落とさないように、えー、まあ、ちょっと複雑な書き方になれるというのも大切かなと思います。実際、去年の問題も結構ありましたんでね、はい、この、ちょっとわざとわかりにくく書くっていうのがありましたので、えー、ぜひ、慣れていただければと思います。 ということで、えー、短いですけども、今回の解説はここまでとさせていただきます。で、次回はですね、この問いの8、これ非常に簡単なんで、サクッと終わってしまいますので、で、問いの9も、まあ、サクッと終わっちゃうかなと思うんですよね。はい。えー、ということで、次回はですね、この問いの8と問いの9の2問を解説する予定でいきたいと思います。えー、ぜひ、えー、次回の動画もご覧いただければと思います。 日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電験三種士を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。